2021年にデビューしたダンスボーカルグループ、B.First。プレデビュー曲の Shining One がいきなり大ヒットし、2022年末には紅白歌合戦に出場を果たした7人グループだ。写真、B.First、メンバー7人、麗しい、アーティストのスカイハイが主催するオーディション番組、The First から生まれた彼らの映画、B.The One。 が8月25日に公開となった初の全国ツアー B ・ファーストファーストワンマンツアー B ・1・2022・2023のライブパフォーマンスを中心にした初ライブドキュメンタリーだ。デビューしてからの歩みをオーディション当時の映像やメンバーインタビューにて振り返る B ・ジンメンバーが音楽やグループについて語る B AT ・ AT ファンの方々のコメントやメンバーからファンへの思いを明かす B.ST. で構成されている。韓国で撮影され、映画でしか見られないスペシャルパフォーマンス、メッセージアコースティックバージョンもある。監督は東方新規や BTS をはじめ多くの K-POP アーティストの映画を制作してきたを言うし、そこで、お監督が見た B.First の魅力やメッセージをメールインタビューで伺った。 初めて会った彼らに監督がどんな魅力を感じたのかを伺った前編。映画の監督が語る B、ファースト、意図的に生成されていない姿を見せようとしている。に続き、後編では、仲の良さ、誰かを蹴落とさずに勝つ、自由、といった B、ファーストが大切にしている思いについて伺っていく。おゆんどんこれまでの作品に、K-POP グループ、モンスター X の軌跡をたどるドキュメンタリー。 モンスター X、ザ・ドリーミング、2021年、セブンティーン・パワー・オブ・ラブ、ザ・ムービー、2022年、2022年10月に開催自然世界を熱狂させた、BTS、イエット・トゥ・カム・イン・ブサンのコンサート模様を収めた、BTS、イエット・トゥ・カム・イン・シネマ、2023年、韓国の国民的歌手イム・ヨンウンのコンサートドキュメンタリー映画、イム・ヨンウン・イム・ヒーロー・ザ・ファイナル、2023年、 などがあり、指原里野がプロデュースするアイドルグループイコールラブ、イコールラブ、初のライブフィルム映画、イコールラブトゥデイ,イズ・ユア・トリガー・ザ・ムービーが2023年9月22日に公開を控えている。